今楽にしてやる。してやる。どういうことなんだこれは。アバンに教えを授かった者すべてがアバンを尊敬し正義を愛する者ではないということ。俺はヒュンケル、魔王軍六団長の一人、指揮団長ヒュンケルだ。そんな、先生の弟子が魔王軍の軍団長だなんて。クラエキアダルコた、この中で体を休めて。おりゃいくぞ。メラ、とりゃで、交流して、ヒーリングゾーン燃えろ。逃さん、遊びは終わりだ。一気に叩き潰してやるわ。目障りだ。行くぞ。回復ね。ヒーリングゾーン。逃さん。キャダルコ。この中で体を休めて。断ち切る。先生の技を受けてみろ。これがアバンストラッシュだと。笑わせるな。お前のはとんだまがいものだ。お前も知っていよ。大地を切り、海を切り、空を切り、そして全てを切るのがアバンストラッシュだと。戦いのうちに見切ったわ。お前はアバン流盗殺法を極めていない。すなわち第三の必殺技、空裂弾をな。大君、もし君がスペシャルハードコースをやり遂げたとしても、空裂弾を覚えるのは最後の7日目でしょう。そうだった。俺はアバン先生の修行を3日間しか受けられなかった。空裂弾は俺にもできん。アバン流盗殺法最大の奥義だ。大地、海、空、全てが備わって初めてアバンストラッシュは究極の破壊力を発揮する。つまりお前の技は未完成品のまがいものというわけだ。まがいものでいいのなら俺でも撃てるぞ。アバンストラッシュ。3対1か。よかろう。ならばこちらも切り札を使わせてもらうぞ。俺は戦士ゆえ呪文は使えない。だから大魔王バーン様は俺に究極の鎧をくださったのだ。あらゆる攻撃呪文を弾き返す最強の鎧をな。最強の鎧だと？そんなもんどこにもねえじゃねえか。アルサ、お前たちの目の前にアムド。剣が鎧になった。そうだ、この鎧の魔剣こそ最強の武器であり、同時に最強の防具だ。